はいどうも皆さん、ユハーバンはユハイチャンネルファイです。ところでね、今回なんですけども、僕のデクノボを使っていきたいと思います。まあ、俗に言うね、カチュアシュートなんですけど、皆さん、このカード最近ランクマッチでめちゃくちゃ見かけませんかということで、根絶のデクノボですね。まあ、能力なんですけど、まあ、タップスキルで、相手のパワー3000以下のクリーチャーすべて破壊する、その後、相手自身の手札にあるパワー3000以下のクリーチャーすべて捨てさせるというね、めちゃくちゃ素晴らしき、能力を持ってるんですけど、あるね、有名な実況者さんが、この根絶のデクノボを使って、まあ、15連勝か14連勝して、一気にマスターに駆け上がったっていうね、動画を出したんですけど、それぐらいやっぱり強い。今の環境に刺さってるのがこの根絶のデクノボということで、それと同時に視聴者さんから14連勝しました。ということで、このね、デクノボを使ったレシピをいただいたんで、それをね、参考にして組んでみたのが、この僕のデクノボということで、皆さんにね、ちょっと、紹介していきたいんですけど、まあね、大体構築は似てるかなと思うんですけど、本当はね、緑神竜、ダグマ、バルガローだっけかな？SR、自然のドラゴンの SR なんだけど、あいつにちょっとね、ポイントをね、使いたくねえなと思って、今回、こう、神滅竜騎、ガルザークをね、採用してます。結構ね、ダグマ、バルガロー作るの嫌だなって思ってる人ね、ちょっと中にはいると思うんで、俺だけじゃないはず、それ。今からね、ダグマ、バルガロー3枚生成するね、ちょっとね、DM ポイントにがね、まあ、ブルジョワな人なんてなかなかいないから、これ結構神滅竜騎ガルザークでもかなり代用はできたので、まあ、ここはね、ガルザーク3枚採用しておりますと。まあ、基本的な動きは石板からのマイキーのピンチ、カチュアはサファイアだったり、まあ、フェアリーライフマイキーのピンチからの、まあ、デクノワゾ、デクノボーだったりとかね。で、相手に最近ジェニーとかね、アンデス流行ってるんで、メテオキャノンドラゴンも採用しているということで、めちゃくちゃ青タンとかダイヤモンドブリザードに、ね、強い構築になってますので、ぜひともね、皆さんランク上げたい方はね、このデッキ作ってみてください。よろしければね、チャンネル登録、グッドボタンもお待ちしております。ではね、試合の方行きましょう。行くぞ。はい、ということで対戦の方よろしくお願いします。さあ、マイキーのペンチ、フェアリーライフ、デーモンハンド、サファイアドラゴンのね、めちゃくちゃオープニングハンドでスタートしましたが、来ました。こう、デクノボをバーチコルと引いていく。さあ、自然マナ引きたいね。自然マナ引いて、こっからフェアリーライフで加速してマイキーのペンチビートね、刻みたかったけど、そんな人生うまくいかないと。だからリップさ、覚えてし、ドッキドッキ、セルメイド、ハンマーが初恋というね、謎の性癖を持ったダイヤモンドブリザードのね、ハンマー必殺げ女が、さ、出てきていくさ、進化、ボルテックス、ダイヤモンドブリザードパピー。さあ、これやばいね、もうお相手し、分回りムーブだね。そう、お相手しね、やばいね、これ。さあ、やっぱダイヤモンドブリザードに勝ってこそのデクノボーだからね。さあ、ここね、マイキーのペンチね、置いていきたい。さあ、ここね、ビート刻んでいく。さあ、ここ、トリガー引け。地獄スクラッパー引いたらね、マジで宇宙。さあ、シルトリガー発動。さあ、フェアリーライフ。フェアリーライフも強いね。なかなか強い。さあ、罠加速して、まあ、次、フェアリーライフ置いて、カチュア引いた。オッケーナイス。で、カチュア引いたんで、ここ、マイキーのペンチからの次ね、もうデクロワゾーでバチコリ取っていきましょう。まあ、カチュアからのサファイアね、ぶん殴りムーブでも全然いいんですけど。レガー覚えてし、まだ横展開しきれていない。4コスの応酬。さあ、罠加速もしていく。パルティア、パルキア、ダイヤモンドブリザード。さあ、フェアリーライフを置いていきましょう。根絶のデクノボ。タップスキル、ヘアズロー。さあ、これでね、ハンドもね、消していくんだよね、これ。ペアゲーン。だから覚えてるし、ハンドがまだ潤沢、オブザ潤沢だね。さあ、来ました。ダイヤモンドブリザード、進化、ボルテックスの重みがけと。いうことで、重み合うね。重なり合うブリザードだね。少しも寒くないわ。さあ、ドッキドッキ、スルメ。さあ、ハンマーが初恋女とこ、パルティア。さあ、パルティアからのパルティア。このハンマー私初恋からのコスモスラベンダー女。さあ、ポレイコン、さあ、終わりですし、横展開押してきましたね。だが終わりですし、ここね、ここダイヤモンドブリザード、なんと根絶のデクノボーに飛んなかった、プラス地獄スクラッパー。さあ、次、もうね、根絶のデクノボーでしっかりと根絶させていくスタイル、ホンマスコス。さあ、すべて盤面処理して、ハンドも処理、オッケー。そして次、カチュアからのサファイアビート、刻んでいく。さあ、行け、カチュアよ。幻想妖精、カチュア進化、ボルテックス。さあ、ここでタップスキル発動。タップスキルの応酬からのサファイア爆弾、盤石オブザ。盤石の着地、ここね、シールド焼却していく。さあ、ここでね、ホーリースパークも焼いた。さあ、強いね。だが、ここ、焦らず、ここでね、焦ってね、負けることはね、絶対避けていきたい。さあ、ポップル、パップル、ペップル、ポップル、アップルパイ。さあ、ダイヤモンドブリザード、ここまだまだ3回目の進化、ボルテックス。さあ、こう横展開をしていきますが、もう僕はもう根絶のデクノボーがいますよと。さあ、デクノボーでもう、もう暗面も手札もあなたは空っ吉だ。ポップル大好き子だな。さあ、ここダイヤモンドブリザードカチュアを取ってきますが、もう時、すでに遅しまうんですね。さあ、スクラッパーからの、
根絶のデクノボタップスキルで盤面処理からのハンド前半です。さあこれも完全にコントロールしきれましたね。さあポレゴン、さあ次もうね多色引かなければサファイア着地で勝ち。さあメトオキャのドラゴンなんで、さあサファイア盤石オブザ盤石の着地でシールド焼却、お相手シールド取りが対応できない対戦、ありがとうございました。さあ、てこの対戦の方よろしくお願いします。さあ、鼓動する石板からの、カジュアからの、ガルザーからのマイキーのペンチ。さあ、黄金ムービングかましていく動き。さあ、次に、フェアリーライフマイキーのペンチ、カッチュは、これマジで黄金ムーブだから覚えておいて。さあ、ここ石板置いて、フェアリーチャイルド。さあ、ここでフェアリーチャイルドがね、爆弾してさあ、マナカスグ、チャミリア。チャミリアをしっかりと招くことによって、お相手し3マナも何もできない。さあ、カッチュは2枚目引いていく。さあ、ここ、メイドキャンドラゴン置いて、マイキーのペンチ、盤石オブザ、盤石の着地。さあ、めちゃくちゃ綺麗に着地してか、ファントムバイトで焼かれる世界戦。さあこれね怖いんだよね。マナに、ね、闇と水があると絶対3ターン目にファントムバイス飛んでくるからね。さあここ元風妖精カチュア盤石オブザ盤石の着地。さあ進化ボルテックスじゃないけどね、もはや進化クリーチャーでもないけどね。さあここ地獄スクラッパー置いてアクアポインター。さあサファイアを抜いていけ。さあ全力でサファイアを抜け。こういう時に限ってねもうカチュア持ってくんだね。もうお相手者はもう確定パクリよかと。さあ、ここ根絶のデクロボ、盤石オブザ。盤石の着地で、さあ、カチュアから、ボルメテウサバドラゴン、しかもプレミアム。盤石オブザ、盤石の着地で、さあ、盤石オブザ、盤石のブレイクで、さあ、盤石オブザ、盤石の着地、何回言ってんでしょうね。さあ、ここカチュアがね、破壊されなかったらもう勝ちですね。めっちゃ強いよね。結局ね、さあ、アクアサーファーで戻してきますが、どっち戻す？まあ、さすがにカチュアだよな。だが、根絶のデクロボで、めちゃくちゃ盤面処理つつ、ハンドもね、処理る確率が出てきた。さあ、カチュアもう一回行きましょう。リターンオブザカチュア。さあ、映画化決定ですよ。さあ、デクの棒で盤面処理しながら、ハンドも処理していく。めちゃくちゃ完璧。デクの棒めっちゃ強いね。さあ、デーモンハンドでカチュアを取ってきますが、もう相手し、もうどうすることもできない。さあ、トップオブザテックカチュア。俺、お相手地獄でしょうね。もう、まあ、で、ここ謎のタップスキル。意味ないですね。だからここもうデスティーシャケアなんで。さあ、地獄スクラッパーはケアできない。お相手し、除去豊富だね。そう、ゴルザーク行きましょう。死滅力。ガルザーク。強いよね。ガルザーク自分自身がね、破壊されても盤面取ってくれるし、まあ、ドラゴンがいればね、パワーもアタックできると。パワーアタックを得ることもできる。さあ、クアサーファーでここ戻されていく。相手マジでトップ強すぎるね。さあ、マイキーのペンチ引いた。さあ、ここマイキーのペンチで。さあ、トップにね、トップ信じましょう。さあ、ここで1勝2000以下は人権持ちませんからね、デクノボーのおかげで。さあ、私、トップデーモンハンド強すぎて。さあ、ここなんとマイキーのペンチを抜かなかった。それはもう、プレミアだと。行きましょう。神滅力、ガルザーク。さあ、スピードアタッカー持っていく。ここでね、殴るか殴らないか。あなた次第です。まだ殴らない。まだ殴らない。さあ、私、ロストソウル。さあ、デーモンハンド引いた。さあ、ここで、ね、デクロワズをしっかり出していきましょう。さあ、ここ、ガルザークでダブルブレイク。さあ、取りがないということでね、対戦。ありがとうございました。はい、ということで対戦のよろしくお願いします。これもめちゃくちゃいいね。マイキーのペンチの3から始まったね、このデュエリングオブザイヤーなんですけど。さあ、お前たち、とんがりくん頭の切り札勝負ということで、ドラモンハンドからのフェアリーレフからの鼓動するスケバン、ドックンドックンと。バチコリと置いて次、マイキーのペンチでトップオブザデックでカッチュアで勝ちですね、これ。はい、完璧な未来見ましてね、僕はやっぱエンペラーの持ち主なんで、ね、やっぱ未来を見通すことができる。さあ、マイキーのペンチ、盤石オブザ、盤石の着地で。次ね、マイキーのペンチ2枚目も、あ、お会いでしょ、マイキーのペンチ、盤石オブザ、盤石の着地で、ということでね、お会いでしょ、相違なんですね、やっぱり。すれ違い勘違いを見していくが、こっちもね、さあ、見ていきましょうと、マイキーのペンチ思う気持ちはこっちの方が上ですよ、ということで、相手、ドリーミングムーンライフ。さあ、私はカチャはね、引けてなかった。えいやー、からのマイキーのペンチもお揃いで、ということで、チャミリア来ましたね。チャミリア強いよ。チャミリアのタップスキルで持ってきたいのはカチャ。さあ、妖精たちよ、集まりなさい、ということで、神滅力ガルザークを持ってきたが、ここ欲しいのはね、カチャだね、やっぱり。さあ、デーモンハンドは。さあ、ここガルザーク出していって、神滅力ガルザーク、盤石オブザ、盤石の着地で、しかもシークレット、威圧感が違う、圧が違う。そう、しかもチャミリア引いていくや、チャミリアからのデクノボー。さあ、デクノボーのタップスキルでね、なんとお相手氏のマイキーのペンチが全て壊滅していくと。いうことで、もう相手氏はもうね、カチュアシュートでっかくないということで、めっちゃ俺詰まってないけどね、行きましょう。デクノボータップスキル。さあ、マイキーのペンチ全破壊からの前半です。で、カチュアのタップスキルでメテオキャノンドラゴン持ってくる。なぜメテオキャノンドラゴンがね、ハンドに3枚あるのに、カチュア1枚もね、引いてこないんでしょうかと、美味しい給食を食べながら静かにご覧くださいということで、さあ、鼓動する石板引いてきたんで、まあ、ここチャミリアでやっとカチュア持ってきました。さあ、カチュア、次のターンカチュアをね、
出すことができて一気に畳みかけることができるということでね、大勢、あ、どうでしょう。はい、てことでね、僕のデクノブいかがだったでしょうか。やっぱり石板ライフからのペンチ課長が決まれば、実質勝ちですし、マイキーのペンチからのね、このデクノワ像で、まあ、2000以下は全く人権持たないということで、まあ、青ターン、ダイヤモンドブリザード、クイーンメイデンというね、ビート速攻デッキにもめちゃくちゃ強いし、やっぱり、ね、対コントロールデッキは、基本的にマイキーのペンチ課長を立ててからの、まあ、メテオキャノンドラゴンもね、この対コントロールデッキには強いので、めちゃくちゃこのデッキ、おすすめとなっておりますのでね、ぜひと皆さん作ってみてください。よろしくもね、チャンネル登録、グッドボタンお待ちしております。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。